ありがとうね。ありがとうございました。ゆっくり目を開けて、両手解放です。今日は3時から4時、体をほぐした後にエクササイズを行って、最後はクッションを使ったリラックスのヨガを行っていく。はい、ちょっと YouTube で大変失礼しました。あの、由美子さんのね、瞑想を一緒にやっていたんですね。それで、あの、寺で私、座禅をすることがあるんですけども、まあ、隠居ですからね。あの、その寺っていうのは、まあ、2つ3つ使ってるんですけども、あるところはね、川のせせらぎの音がサラサラサラって聞こえるんですよ。あるところは、必ずね、座禅をしてると、瞑想してると、小鳥のさえずりがね、チュンチュンって聞こえるんですよ。で、あるところは、竹林が風にそよいで、って音がするんですよ。すべて瞑想中その音がね、この体の振動に変わって、なんかね、独特な癒しとかね、あと元気や勇気を与えてくれるんですよね。要するに体の熱を冷ましながら体をまた燃え上がらせてくれるみたいなね、まあ、そんな気持ちがするんですよね。で、由美子さんのしてる瞑想っていうのは音叉を使うのが特徴なんですけども、この音叉の波動っていうのがね、まさにね、あの、寺で座禅をしてるのと同じなんですよ。で、私今日試しにですね、いつも放送しているこの椅子、このね、粗末のね、1500円で買ったダイニング用の中古の椅子に座りながら瞑想ができるのかなと思ってやってみたんですけども、これがね、結構心地よくできるんですよね。で、どちらかというと、ちょっとね、私の感覚だと眠くって瞑想して、ちょっとね、瞑想中にちょっとこう眠くなって、こうふっとね、数秒睡眠の方に落ちていくぐらいの感覚が、なんか寝てることと起きてることとの狭間でね、ものすごくこの潜在意識が引き出されるのかなと思ってるんですよ。まあそういうイメージしながらやってると非常に心地よくって、逆にね、目がパッチリ覚めて、体は活動的なのに瞑想でこう、なんですかね、心沈めようと思うと、なんか湧き上がるエネルギーと沈まるエネルギーがね、ちょっと喧嘩するような感じが私はするんですよね。ですので、ちょっとね、まどろんだ気持ちで瞑想する早朝の瞑想っていうのが私としては一番心地いいかなと思ってるんですよ。で、瞑想が終わった後は、この、なんですか、内側から出るエネルギーによってね、目覚めさせられるみたいな感じで、朝の一杯のこう天然水もね、さらに美味しく感じれるかなってところですよね。はい、ゆみくさん、ありがとうございました。ということでね、冒頭ちょっとね、何をやってるんだこの人はみたいに感じられた方もいると思いますけども、やっぱりこう思考とかね、発信とかって精神の状態非常に大事なんですよ。ですので、この瞑想っていうのは日々取り入れていきたいなと思っております。それでは本日も以上です。で、瞑想の方興味がある方は、ほんの5、6分ですから、動画の概要欄から由美子さんの動画をご覧いただければと思います。それでは失礼します。